いや、やむんですか？これ。撮影、せっかくいい感じだったのに、嫌になっちゃいますね。ですね。はあ。はい。はあ。正直、で？って感じですね。何ですか？それ。超ポジティブ。でも、撮影始まるの楽しみになってきました。奇跡の一枚、撮れるかもなんで。バケーションにしてはずいぶんショートですね。いや、今じゃないでしょう、神様。的な？なんか、そのポジティブさ、いかにもプロデューサーって感じです。いや、別に褒めてないですから。ビーフ。わ、チキン。ああ、プロデューサー。ああ、まあ、今の気分的には、こっちのチキン南蛮弁当なんですけど、この後の収録、結構長丁場じゃないですか。バラエティーだし、体力使うと思うんで、だから、スタミナのつくものの方がいいかなぁとも思って。それで、ステーキ弁当と迷って。でも、タイミングよく来たってことで、せっかくなんで、プロデューサーが決めてくれませんもん？はい。もう結構長く迷ってるんで。推しが強いですね。なるほど。じゃあ、チキン南蛮弁当で、
なんて冗談ですよ。うん、ナイスリアクション。ちゃんとステーキの方を食べて収録挑みますよ。ビーフを。なるほど。つまりフィジカルよりもメンタル的なことですか？一理ある。本当はプロデューサーが選んだのと逆の方にしようかなって思ってたんですけど、アドバイス通りチキン南蛮でいきますね。ビーフを。そんなに食べられないんですけど。いや、なんかそんな子供みたいな。ああ、やっぱ幕の内にします。乗り越えてその意味を知れる日が来るのなら、それはきっとあなたがいてくれたから。いや、はず。おはようございます。ストップ。いや、私今事務所来たばっかですし。いや、だから別にいいですから、そういうのは。はい。私もドラマ見たんですけど、違和感しかないっていうか、なんていうか、私ああいうの向いてなくないですか？そうですかね。なんかわかんなくて。まあ、はい。確かに今までもそうやっていろんなことを乗り越えてきたかも。いつかこの気持ちを乗り越えて。
やりたくないっていうか、ただ、わかんなくて。いつか、この気持ちを…そうですかね。何が？まあ、だといいですね。終われ。特にないですかね。早く。爬虫類の目？はあ、終われ。ねえ、プロデューサー、ちょっと散歩、付き合ってください。ラジオ聞きました？そうですか。あの芸人、何なんですかね。まみみちゃんに質問とか言っといて、アイドルだったら普通はって押し付けてくるし、結局自分のいつものやり方で適当にアイドルをいじりたいだけなんですよ。まあ、こうやって文句言ったって、何をどうしたって、私の失敗ですよね。そういうもんですかね。こういう感じ？ぶち壊せって言ったのはプロデューサーですよ。はい。なんかどうでもよくなってきました。今日のこと。星とか綺麗だし、さあ実際になってみないとなんとも。でも知らないなら教えてあげたいかも。
光ってて綺麗だよって。私には今見えてるから。何を根拠に。雨のち晴れとか、ビーフオアチキンはちょっと違うけど、夜は明けるみたいな、そういうことが多すぎる。いや、雨だし、タクシーは捕まんないかな。いっそコンビニで傘買って。あ、プロデューサー。だからこうやってわざわざ迎えに来てくれたんですね。そんなに心配しなくても。さっき局で会ったんですよ。こないだの芸人に。そしたら、この前のラジオ、塩太陽が新鮮で評判だったとか言われて。アイドルだったらこう、みたいに言ってきたり、愛想よくできなかったら、塩太陽アイドルとか、そういう風に決めつけて、人間、そんな簡単じゃないんですけど、みたいな。ぶち壊せたかは微妙ですけど、でもなんかすっきりはしてます。絶賛雨降ってますけどね。プロデューサーって結構好きですよね、そういうの。雨のち晴れとか、苦労はいつか実を結ぶ、みたいな。私はそもそも、極力避けていきたいですけどね。苦労とか、雨とか、そういうの。そうだ。この前プロデューサー、雨の匂いの話してたじゃないですか。なんか、雨の匂いの正体って、埃とかの匂いらしいですよ。葛藤してますね。はぁ、ちょっと寝ても？ありがとうございます。別にいいですよ、ちょっとの間だし。
やっぱ知らないのかも。はあ、眩しい。